ビエです。争っていたような感じだったのがいきなり怯えの雰囲気になって、そうして乾いた音が聞こえてきたんです。だと思います。本当に銃が使われたんだとすれば、そしてすぐ何人かの男の人が走っていきました。まるで逃げるみたいに。しばらくは息を潜めていました。でももう静かで、それで恐る恐る出て行ったんです。どこか妙だと思いませんか？国見くんはどう思いますか？病院の時も疑問に思ってて、でもちょっと変なことだから言うのをためらってしまったんですけど。それはちょっと顔も出さないようにして隠れていましたから。そう、ちょっと映画みたいでした。例えばエイリアに襲われた時の反応とか、そのくらい強烈なもので、やっぱり組関係でしょうか。サンデを撃った人たちです。マタギいるんですか？どうかしました？私も聞いたことはないんですよね。本当にごめんなさいでした。変なことで急に呼び出して迷惑じゃなかったですか？
てもらえると。本当にどうしてサンデーがあんな怪我を負うことになったのか、ちょっと信じられないような気分です。はい、サンデーが言葉を喋れたらすっきりするんですが。それじゃあこれで。わざわざありがとうでした。また明日です。
着いたんだ。マジブレーキしなかったでしょ。見ているこっちの方が怖かったよ。私はまだまだいける口だけどな。千尋がそうでもしょうがないけどね。楽しかったけど、ちょっと疲れちゃったかな。やっぱりこういう遊びはしたらダメだよ。だって危ないもん。そうだね、転んだりとか、車が飛び出してきたりとか。車は大丈夫なんじゃないかな。そうなの？うん、だって私調べたから。横道からこっちの道には入れないんだよ。進入禁止ってやつ。へえ、よく知ってるね。カズハちゃんマメなんだ。だってやっぱり心配だし。前に言ったっけ、言わなかったかな。双葉車に轢かれたんだよ。怪我はそのせいだから。気をつけてね。私はマジ早いよ。よーい、ドン。
弾撃たなかった？本当に大丈夫？骨とか折れてない？びっくりしたよ、吹っ飛んで。でも、本当にすりむいているだけなのかな？それでも痛そうかな。わあ、骨が見えてる。なら本当に良かったよ。あんなんて程度でもなかったけど。とにかく手当てしないと。お医者さん行こう。大げさじゃないよ。ちょっと行ってくるから、みんなは裏山で待っていてください。うん。あ、保険証は？お兄ちゃんが見てもらっている間に、家に取りに戻ります。ほら、お兄ちゃん。どうしたの？